プロレスリングのは日本武道館 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、第7代王者杉浦隆にとって初防衛戦がいきなり外敵、新日本の下道との一戦ということになりました。その首にはチェーン、そしていつものように目深にバンダナを身につけているチャレンジャーの下道、対する杉浦はそのベルトを首に巻いて、まさに手々しくこのリングに進んできました。おっと、あっと、なんという、まさに道を外れた男、邪道が認定証を破り捨てました。その宣言通り試合をするつもりは毛頭ないと話していたこの邪道、下道、そして竹村、杉浦にとってはまさに1対3の構図になりました。ベルトを見てもそのベルトに全く目もくれず、もちろん場内は一斉に帰るコールに包まれました。さあ早くも不穏な空気だ。チャレンジャーの下道、そしてその対角線、静かな佇まいがチャンピオン杉浦を行います。本コーナー挑戦者200ポンド下道、杉浦を血の海に沈める大ブーイングの中、下道です。本コーナーチャンピオン215ポンド杉浦下道を血祭りに上げるか、第7代王者初防衛戦、杉浦隆です。 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、ジュニアが持つ独特の華やかさはこの試合には一切ありません。血生臭さ、泥臭さ、そしてどちらの男の精神力が上か、杉浦にとってはまさに1対3の構図になりました。邪道、そして竹村が脇を固めます。杉浦初防衛戦、右手スピードバー、タックルで離した。早くもちょっと今下道何か持っていたんでしょうか。ジャーマン投げ捨てました。さあ早くも試合の主導権はチャンピオンの杉浦が、どうぞ投げ捨てた、楽しいカバーに行って、さあマウントでヘッドアット、ゴツンゴツンというその乾いた音が日本武道館に響きます。さてこの試合、放送席には初代そして第5代の GHC ジュニアヘビー級王者でした金丸義信選手にお越しいただいております。バックに回った、いきなり出るか、あーっと早くも邪道が突っかかる。さて金丸さん、はい、やはりこの邪道下道、チャレンジャー下道ですけれども、はい、ただでは済まない相手ですね。これそうでしょうね、こいつらもうやり方汚いし、ええ、まあ今日も杉浦も頭の中入ってたと思うけど、うん、まあ竹村邪道っていう2人来て、まあ、3対1になると思いますよ。多分これ相当なハンディキャップマッチじゃないですか。そうですね、いきなりあの下道が何か試合前持ってましたね。そうですね、多分ゴソンクイがなんかじゃないですか。でしょうかね、はい、まあ、はっきりとその形形状を捉えることはできなかったんですが、あ、やはりそのひな臭さ、血生臭さ、そういったものは十分に感じます。場外カウントが進みます。ただ金丸さん、はい、杉浦立ち上がりはずいぶん落ち着いてその難を逃れたというか、さばいたんじゃないですか。そうですね、やはり持ち前のパワーで、うん、まあ、前半行って、まあ、最後もそのまま行くんじゃないかなと思ってますけど、まあ、この前の広島の借りというのも乱入がねありますしね、うん、ああいった形でそのノアのマットにいきなり乱入してきて、荒らすだけ荒らしてと、あの金丸さん、ノアを守る人間にとってはこれほどないぐらい失礼な行為だったわけですよね。そうですね、まあ、それを今日杉浦が証明するでしょうね、うん、ですね。ただ場外カウントが進んでて、これ10問できましたよ。戻る気配その気は全くないけど、本当に試合をする気があるのかこの男は。17番いった、あと3つ、場外カウントは20、ギリギリ回っていました。金丸さん、これどうなんですか、チャレンジャーとしては。まあそうですね、まあ下道のまあうまさというか、ああもうたまらすぎない、あ今度は、あ今ノアサイドもセコンドが立ち上がりました。さあ場外で邪道の竹村に捕まってしまった杉浦、鉄柱、うわいよいよ、またこれは邪道、下道、そして竹村の術中にはまってきた、その杉浦が今場外で竹村に抑えられて、邪道の今水平打ち、顔面をかきむしられました。後ろから今度は竹村、ノアサイドも懸命に箸、そして水庫、ああちょっと待って、今放送席、あ金村さん、あ今放送席でも大変なことになってきました。放送席が出てきた。さあ後ろから金村さんが、おっと竹村が来た、何するんだろう、放送席が大変なことです。
おっとマイクを奪った、マイクを奪った、なんてことをするんだジャド。あっと放送席が壊滅状態か。なんとなんと日本テレビの接続マイクをぶん投げました。とんでもない男だジャド。さあ放送席の前、あっと危ない、あっと後ろにいた3人がありだ。胸の当たりを打ちつけられました杉浦。まだ金丸さんはマイクをつけることができません。ちょっとまだ放送席周りが混乱状態になりました。さあ今チェーンを手にしているのは竹村がチェーンを手にしている。このままだとさあ脇丸だ。ちょっとこれは凄惨な雰囲気になってまいりました。今ようやく金丸さんがマイクをつけられましたが、金丸さんちょっとこれはまだ目の前にいるんですが、個人的にも広島のね、さあ今なんとかようやく戻ってきた杉浦ですが、ちょっとノアサイドのセコンド陣ももう行き渡っています。もうやりたい放題、新日本から来たジャドー、そして竹村、下道の脇を固めています。そして今鉄柵に打ち付けられた杉浦が痛められた脇腹、先ほどはチェーンも入りました。ちょっと劣勢を強いられる形になりました。もともとその試合運びのうまさなどには定評のある、ジャドー下道、この下道なんですけれども、金丸さんのマイクは大丈夫でしょうか。まだ先ほどの放送席の大混乱もありまして、大変な状況になっているんですが、今はこの杉浦が脇腹を随分と痛めつけられています。もうそれだけこのノア愚か日本テレビをも襲ったこの邪道下道の大乱闘であります。杉浦がまだ脇腹を押さえた状態、カバーに行きますが足はかかっています。杉浦にとってはこれは場外に落ちること、即大乱闘に巻き込まれる、そういったピンチに陥るわけです。脇腹を蹴り上げられました。この下道は邪道とのコンビで去年の12月横浜に来て IWGP のジュニアタッグに挑戦という経緯がありました。あーっと竹村、まるでブーイングを楽しむかのようにノアのグリーンのマットで荒らしたい放題、まだ邪道が放送席の前に来ました。完全に1万6000人超満員に膨れ上がったノアのファンも敵に回しました。試合をする気はさらさらないと話していたこの下道なんですが、花道に来た、杉浦が危ない。さあ2人がかりは花道の攻撃になりました。ダブルでブレインバスターが投げるか、投げて戻しました。また脇腹をトップロープに打ちつけます。こんな1対3の構図が許されるのか、ノアのセコンドもそこで手をこまねいていていいのか。花道に打ちつけられました。うわ、また脇腹を押さえます。さて金丸さん、ちょっとですね、この杉浦がまだ捕まっています。さあ花道に捕まっています。またこの下道が我が物顔で、ノアのファン1万6千人のファンがもう大ストレスが溜まっています。さて金丸さん大丈夫ですか。はい大丈夫です。はい、もう放送席の襲撃からずっとこの杉浦が攻め込まれているんですが、はい、どうしたもんでしょう。杉浦これもう打開策ないですね。いやでもまあ技を受け切って、最後は杉浦のペースに持ってくると思いますよ。そうですか、はい、ただ金丸さんも今放送席鉄柵のこちら側にいる立場であるにもかかわらず、やはり邪道下道は黙ってませんでしたね。そうですね、個人的にも広島の借りがあるんでね、ちょっとそれはもう、この試合もそうなんですけれども、今後は非常に気になるこの金丸さんも含んだ邪道下道の大乱闘になりました。さあ松尾の脇腹のあたりに攻撃の的を絞りました下道です。およそ1年ぶりのノアマット登場になります。前回は金丸さんと菊池選手の持ちます IWGP ジュニアタッグに挑戦、その時には金丸さんの垂直落下ブレンバスターで下道を下したわけですが、はい、邪道下道選手としての評価としては金丸さんどうなんですか。そうですね、認めてるところは認めてますけども、うん、
まあ、やり方せこいですからね。せこい、ね、前にいるジャドーもね、これね、新日本プロレスの、ね、シングルのチャンピオンです。そうなんですよ、ね、ですからジャドー下道としては今日取って、さあ輝いていきますが、メジャージュニアのタイトルを一気にジャドー下道で取るかという大きな野望もあります。しかしこの脇腹力が入りません。まだその脇腹の後、ああいった、トラースキックが脇腹を捉えています。ですからまあ、ノアのみならずですね、ジャドー下道にジュニアのメジャータイトル2本を任せるというのは、はい、これは避けなければいけませんね。いや、もちろんそれは今日杉浦は阻止するし、必ず防衛すると思いますから。防衛する、はい、そうですね、もうそれを祈るのみというノアファンをはじめとするこの、まあ、金丸さんの思いもそうなんだ。また脇腹だ、脇腹だ。金丸さん認めたくはないんですが、はい、こういった攻撃の仕方はやはりうまさがありますね。そうですね、うまいというか、まあ、3人でやってどうなんですかね。なるほど、リングの中では今現時点ではゲドー1人なんですが、がっちりとコーナーサイドを固めているのはジャドー、そして竹村という新日本の、まあ、新日本のマットでももう暴れ放題の2人です。抱え上げてボディースラム、さあ叫んだ。しかしその叫びには全く呼応しません日本武道館。さあ杉浦が立ち上がった。お返しはスーパーフライヤーのお返しはフラットスープレックス流れ式、まあ、下道と言いますと下道クラッチ、それからスーパーフライという代表技があるんですが、はいはい、まあ、確かにあのスーパーフライを食らってしまうときついですね。今日の杉浦脇腹も痛めてますし、まあ、そうですね、結構脇腹が効いているみたいでですね、まあ、見た目もなんとも似ているこの風貌の似ている2人ではあるんですが、はい、まあ、キャリアの面では杉浦の方が浅い。ただ第7代の王者になった杉浦、投げていった。もう杉浦としてはその、まあ、オリンピック予選スラムも含めて、はい、どんどん投げていきたいですかね。そうですね、やはり力というものはものすごいものがありますから、ね、うん、もうそれはもう組んでいた金丸さんがよく一番分かっているところです。ああっといった、肩をぶつけてしまった。うわー、ちょっと今は随分勢いもついてしまっていました。顔面を打ちつけます。さあカバーに行ったけど2カウントです。杉浦は 9.12、 ところは同じここ日本武道館でマイケル・モデストを破りまして第7代のチャンピオンになりました。初防衛戦、いきなり外敵、新日本の下道になりました。金丸さんがベルトを取った試合も非常にそのモデストの攻撃が厳しくて、場外で血を吐きな、あとちょっと待ってください、チェーンです、チェーンを持ちましたけどレフェリーは気づかない、あーっと額に行った、うわー、レフェリーのブラインド、この辺りがジャロー下道のコンビネーション。今完全にレフェリーで見ていないところで鎖を打ち付けられました。そしてスーパーフライ、武道館の宙に舞った、ゲロはスーパーフライカバーに行った、危ない。いや、金丸さん、やはり見てないところでしっかりともうジャドーがアシストしてますね。そうですね、まあこれシングルマッチですからね。そうなんですよ、しかし、しかしそのセコンド陣のその動きの慌ただしさ、まあ、ずる賢さ、そういったものはもう本領発揮であります。さあ、まだ脇腹を抑えています。連発のスーパーフライで来るかけど、悲鳴が上がっている日本武道館、その脇腹を抑える杉浦に連発のスーパーフライを口出した。さあ、口出しました、脇腹の痛みを自らの膝で脇腹に叩き込みました杉浦。さあ、対角線、押していって、ああ、危ない、危ない、危ない、レフェリーのコーナーバットに強打しました。顔面が完全に打ち付けられた。さあ、これを見て、これを見て、竹村とジャドーが来た。3人がかりだ、3人がかりだ。なんてことをするんだ。うわー、叩きつけられました。レフェリーは失神。レフェリー山本は失神しています。立ち上がれません。さあ、首をかっきるポーズは、ゲドー。レフェリー不在、試合をする気はないと話していた下道のその言葉通り、このリングが無法地帯になりました。あ、抱えて、あ、出た出た、チャンスだ。いや、しかしレフェリーは止めない。レフェリーがいないところで出ましたオリンピック予選スラム。このままカバーに行ってもカウントは入りません、入らない。レフェリーの方は今意識が戻ったか。
うわちょっとこれは金丸さんこれ、ま、不運とは言えですね。そうですね、うまくレフリー使いましたね。ですよね、今ようやく体勢を立て直しましたが、あのレフェリー山本、ニュートラルコーナーのぶつけられ方は尋常ではありませんでした。あっとかわして丸めた丸めた丸めました、ゲノーが丸めた、2カウント流れた、かわしてバックは蹴り上げられた、丸めた丸めた丸めたのはゲノーだ、ゲノーが丸めた、丸めてる、なんとか返した杉浦、もう反則技何でも狂気も使って何としてでも取ろうというそのゲノーの動き、スピアで止めた杉浦、またジャドーが動こうとしている、竹村と2人で今エプロンに上がった、後ろから行った、さあこれを見て今度はバックに回ってチェーンを持っているのはジャドー、その拳でチェーンを巻きつけた、さあかわした、かわした、かわした、さあジャドー、ジャドー振り下ろした、ジャドー振り下ろした、バックに回った、ハワイピックのセンスラム、嗅覚の嗅覚のレフェリーは今竹村と抑えられている、さあその竹村ぶっ飛ばした、嗅覚のオリンピック予選スラムで、さあ連発リングの中央、文句は言わせない、文句は言わせない、1対3を競り勝った杉浦、スリーカウント初防衛、1対3をものともしなかった。いいですか、はい、あ、金丸さんが今行きました、杉浦は男気を見せた、そして金丸さんはもう黙っていない、さあ金丸吉田のリングイン、今杉浦の状態を見てすぐさま行った、すぐさま行った、ジャドー竹村、その2人に今もう放送席でストレスが溜まっていたでしょう、金丸が今リングに上がりました、もう1対3という状況の中、杉浦が数少ないチャンスをものにしました、しかしこれを見ていた今日ゲストの金丸さんも黙っていませんでした。